おはようございます。おはようございます。早すぎませんか？今何時だろう。5時半ですね。今東京に住みながら金沢大学に通ってるので、石川の金沢での生活を今日はお送りしようかなっていうふうに思っております。それで今から始発で、金沢駅の方に向かおうと思います。通学時間がちょっと長くて、ドアトゥードアで4時間半ぐらいあるので、ちょっと早めに今日は出ました。はい、ありがとうございます。付き合ってくれて。切れそうになりました。アートジャムインは途中の長野まで、 JR 東日本長野総合行く。長い通学時間での唯一の楽しみはこの駅弁を食べることです。おはようございます。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと遅延があるということで始発できました。頑張って受けようと思ってます。頑張ってください。はい、今日はちょっと長くなるかもしれないですけど、よろしくお願いします。それこそよろしくお願いいたします。じゃあ行きましょう。はい、ということで今から1限目なんですけども、ちょっと早く来ちゃったのは誰もいないんですけど、バッテンがあるんですよね。だから1個開けて座るんだと思います。で、授業もですね、金沢大学大きい授業だと200人ぐらいの、教室で200人が受けてるっていう風になってたんですけど、もう今は半分以下で70人とかだった気がします。履修してる人も密にならないように大学側も配慮してるんだなっていうところが、分かって安心して勉強できるなっていう風に思っております。大学の教室ってコンセント少ないですけど、ここにコンセントあってパソコン充電しながら授業受けられるっていうところで、結構おすすめの席です。ここに大体僕は座ってます。文系の金沢大学の棟の中では結構いい方の教室ですね。なんか他の教室は意外と高校の教室みたいなところも結構多いんですけど、ここはなんか大学来た感があるので、新入生の皆さんはここの授業を取っていただけると大学生になった感じが味わえるおすすめですね。40分前ぐらいに来ちゃったからまだ時間はあるんですけど、この後授業を受けていこうと思います。授業お疲れ様でした。お疲れ様でした。長かったっすね。やっぱ90分の授業って結構長いっすね。今までリモート授業だったから、あの2倍速とか3倍速して普通に一瞬で終わらせてたんですけど、リモートじゃない授業は結構疲れるなっていうふうに思いました。まあでも久しぶりの授業で楽しかったです。今からどこに行かれるんですか？東茶屋街っていう金沢で有名な観光地というか、久しぶりにお茶を飲みに行こうと思います。おお、おしゃれですね。おしゃれ、全くおしゃれではないと思いますけど、一緒にお茶飲みに行きましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ここら辺ずっとなんか地元というか通学路で通ってたので、久しぶりに来てあのウキウキしてます。なんか飲みたいもんあります？ですね、僕は甘い感じの、なんかお茶、抹茶とか飲みたいですね。抹茶とか、じゃあちょっと良さげな店に行きましょう。お、行きたいです。良くないですか？雰囲気がすごいいいですね。ね、いいよね。多分県内の人は今はおすすめできないけど、石川県に住んでる人は人少ないし、お店もすんなり入れるから結構おすすめですね。まあやってない店も結構あるんだけど、ぜひ行ってみてください。めちゃめちゃ綺麗だよね、この街並みというか。いただこうと思います。すごい蒸しだらけ、美味しい。白玉、はい、つけるタイプって珍しいですよね。珍しいですね。いただきます。まあ団子っていうよりはプリプリのなんか無味無臭のエビみたいな感じ。久しぶりに大学来たので、ちょっと散歩しながら行こうと思います。ちなみにここは理系の棟で、僕が通ってる経済学部とは違うところで、経済学部はあっちのところなんですよね。ちょっと見えない、ちょっと見えないかもしれないけど、だいぶ奥の方のところなんですけど、こっちが近代の中で一番最も新しくて、まあ、動画的にも映えるっていうことで、ここを選びました。なんかそれこそエンジェルビーツっていうアニメであったりとか、あのドクター X で撮影場所で使われたりとか、結構全国的にも有名なあの大学の塔ですね。あ、弁当乗ったんだ。初めてです。ありがとうございます。マジで半年ぶりぐらいですかね。
すごい、結構しょぼい。結構しょぼい。嘘なの？豪華な方を選んだんですけど、まあまあしょぼい。え、これ本当にちょっとめちゃくちゃしょぼくないですか？嘘だろ？これ結構問題ですよね。そうですね。ね、ちなみにいくらしたんですか？522円。安い方は500円で、これは522円。どうですか？僕はいつも基本的に一人なんですけど、サークルの人たちとかゼミの人たちと打ち合わせをしている人が多いです。学食美味しかったですか？学食、まあ、まあいつものって感じですね。近代の学食美味しくなくないですか？あんまり。まあ正直ちょっとそこまでまずくはないけど、まあまあって感じですよね。はい。これからどこ行かれるんですか？石川県の北国新聞っていう新聞社さんがあるんですけど、そこの取材があるのでそこに行ってきます。はい。ただ大学まで来てくださるそうなので取材を受けに行こうと思います。こんな中で走ってみたらちょっと気持ちいいんじゃないですかね。確かに。今乾燥なメニューとか飲み物なんですけど、理系の塔にあるタンっていうカフェはこういう感じでおしゃれなカフェとか飲めたりとか、こういった海鮮丼とかそばとかね、いろんなものが食べれて、普通に近代生の皆さんマジでおすすめですし、今人少ないしあんまり知られてないので、金沢大学の皆さんはぜひ来てみてください。このお店は2年前にオープンしたんですけども、国立大学では初めて障害を持っている方も一緒に働く障害者就労施設のレストランということでオープンいたしました。で、ここで提供されるお蕎麦とかもブータンから実は輸入してるんですけども、そのブータンから仕入れた蕎麦の実を製粉して麺にする、その作業を障害を持っている方が毎日作っています。はい。今大学生の方本当見てて。あ、本当ですか？ありがとうございます。石川の企業入ったんで、はい、ことあってちょっとなんとかできこれ取り上げたいなと入った時から結構思ってて。 ありがとうございます。まあ、東京にいらっしゃる、まあ、動画見て知ってたんで、はい、まあ、なかなか来ていただくのもちょっと、と思ってたんで、なんか今日このできて私は結構ちょっと嬉しく、ありがとうございます。はい。収益のメインとしては企業さんの企画運営。そうですね。 YouTube チャンネルの運用っていうか、まあ、4社でやってて、企業の採用目的であったりとか広報目的として、動画制作で動画を使って PR したいとか、はい、自社チャンネルを作りたいみたいな分で動画を作っています。今回取材していただいた記者さんは僕と同い年だったので、とても話しやすかったです。お疲れ様です。お疲れ様です。次何するんですか？次はですね、松島先生という金沢大学の先生にちょっと呼び出されたので、ちょっと今から行ってきます。何言われるか怖いですね。ね、マジで怖いですよね。失礼します。はい。ああ、こんにちは、どうも。失礼します。はい。春大礼さんのね、金沢大学の動画を拝見させていただきまして、はい、今日ぜひお会いしたいと。すいません、申し訳ないです。いえいえ、とんでもないです。非常に面白いですね。金沢大学の起業家育成プロジェクトの宣伝をしてくれないかという依頼でした。まあ、仕事ではないとは思うんですけど、はい、一緒にやらせていただく際に、はい、例えば動画を作るってなったら、はいはいはい、僕らの例えば会社のメンバーとか時間とかお金をかけて作ることになると思うんですよね。僕ら視点でどんないいことがあるのかっていうところが、金沢大学公認みたいな感じで大学と仲良くできるっていうのはいいことだなと思って、単位認定とかが出るのであれば、はい、ぜひ参加したいなっていう。なるほどなるほど。思ってます。はい、もう今言えることは勉強してくださいってことなんだけどもそうじゃなくて、今ちょっとねお手元にあるような、はい、この新しい学域っていうのがね、はい、できた暁にはまさにそういうことを授業としてやるんですよ。要するに今やってるようなこういう活動が単位になる、でそういうものを作りますから、来年になりますから。来年か。次どこ行かれるんですか？次はですね、打ち合わせがあってオフィスの方に向かいます。お疲れ様です、頑張ってください。ありがとうございます。続いてはですね、石川県に世界で2番目に美味しいメロンパンアイスのお店っていうのがあるんですけど、そこの社長に打ち合わせで会いに行きました。ありがとうございます、お時間作っていただいて。はい、お久しぶりです。今僕らの会社も2期目で伸ばしていこうっていうところで、対象人数で上場したいなっていうのが今の目標としてあって、少人数で上場したいっていう
理由はどういうところ？はい、かっこいいからっていうのが相変わらず素直でいいな。上場の本来の目的っていうのは経営者の、売り逃げじゃないねんね。要は上場するってことは資金調達をできるわけというか、まあ、資金を持ってさらに成長させるんですっていうようなところがないと、マジで上場コールになっちゃう。大正論だ。今の学生に対して思うこととかがあればお聞きしたいなというふうに思っています。他の人と駿君の違いっていうのは別にそんなになくて、行動しただけって言ったらやけど、そこがまあ実は難しいんだけども、でも今の駿君見てたら他の学生とかをすげえなって、社長での人も雇って。なんか実は何千万利益あるらしいよって、すげえと思うけど、それはもう行動したからっていうところなんで、だからもう学生にはまあもう行動しなさいっていうふうなところで、っていうのはね、大学生だから得していることっていうのはあって、まあ、僕は結構誰とでも1回目のミーティングっていうのは気軽に会うねんか。でも、世の中の忙しい社長ってまあそうでもなくて、ただ学生ですって言った時にまあ門が開いちゃうわけね。でこれを学生の時はなかなか気づいてないし、成功すればしているほどこれからの人たちに何か伝えたいみたいな欲があるから、意外といける、うん、2人前ってこんなもんじゃない。でも確かに2切れ。乾杯。乾杯。飲めんもんね、はい、2年ぶりぐらいじゃん。そうね。ということで、いかがだったでしょうか。僕はこんな感じで大学ある日は過ごしています。で、今また状況が変わってコロナが流行ってきたので、東京と金沢での行き来はせずに、今はフルリモートで授業を受けてます。またこの企画が好評だったらまた密着動画撮りたいなっていうふうに思っています。ということで、最後まで見てくださった皆さんありがとうございました。じゃあな。